本日もですね、やっぱりチカチャンネルのチカさんに来てもらってます。はい、僕も作ってもらいました。ありがとうございます。と、カープ女子のあやなチャンネルのあやなさんにも来てもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかり喜びさせて。もうトリプルコラボで。はい、まず、うん、吉彦さんと、うん、チカさんが一緒に対戦されてたと思うんですけど、お互いの印象って今なんか思い出とかありますか？あの時のみたいな。よくさ、豊さんとやってましたね。豊、うん、お互いにあんまり好きじゃなかったでしょ。いや、どったことないよ、俺噛んだ。じゃあ、コロナに負けないプレイボール、やったー。カープの印象ってどうでしたか？あの今のカープですか、それとも昔のカープ？昔のカープ。昔のカープは本当にあの大技も小技もある、でね、バランスのいい人が並んでるんですよ。まあ、中軸にやっぱりホームラン打つ、うん、その中軸でホームラン打つ人の間に衣笠さんとか、はい、僕とは相性悪いから、ツーアウトランナー三塁でセーフティースクイズしたりとか。やったやった。もう本当に、あれ近ピッチャー、そうそうそう、やったやった、思い出した。ピッチャー覚えてないけど。俺近いやられたの。あれね、7回ですよ。2対、そうそう、2対1で勝ってて、はい、で7回で、キムさんは俺に全く会ってなかったから、うん、ツーアウトランナー3塁、そう、当然下がるんです、はい、で下がったら当然まあアウトにしなきゃいけないからですよ、うん、で1点勝ってるし、したらね、投げたらね、スライダーだったの、セーフティースクイズ、そう、俺しょ、セーフティーした。で、うん、パッて見たら、掛布さんが、すると思わないから、はい、重心が後ろにさ、取って、ファースト投げたら、ケンさん、足速かったんじゃないですか、うん、そう、セーフですよ、うん、で、同点ですよ、うん、で、掛布さんが俺のとき来て、いいですか、4番ってそんなもんじゃねえんだよ、いや、取ってアウトしてくれよって。俺同点になって交代っすよ。泣きそう。それ俺覚えてる。キュンセーフティーやったの。キュンさんはあのぐらいじゃないかな、セーフティー、あのツーアウトからしたら。俺のこと嫌いっすよ。ああ、打てなくて。うん、だけどその、やっぱそういうこともできるし、うん、ホームランも打つし、うん、で、1番にね、そのスリーズの高い、うん、やっぱり吉子さんがいて、うん、そんで、あの木下さんがいたりとか、うん、打線のバランスがいいし、うん、で、打つだけじゃなくて、細かいこともするし、うん、やっぱり本当強いチームだなっていう、やっぱり優勝してるチームだなっていう感じでしたね。戦うのって嫌だな、対戦するの嫌だなって、まあ、こんなちっちゃいところに全員でガッとくる感じがするんですよ。わかるわかるわかる、本当にもうちょっと穴開けたらそこでみんなガッと持ってギューって感じ。時々みんなで顔突っ込んで喧嘩する時もあるんだけど。おい、なんか変な、おい、話しやるよ、一緒になって。それはなんか見つかりましたよ、今のはね。花を見つけたんですね。そんなでもやっぱり抜かりがないチームでしたね。うん、はい、やっぱ強いあの王者のチーム。だから本当に、なんだろう、ダムのあれの一結果も崩れるって昔から言うんだけど、うん、本当1番、2番がもうこのダムにこう、ちっちゃい穴をピューッと開けに行くわけよ。うん、でちょっと空いたらそこにね、今行って寄ってたかってグーだけの感じ。そうね、走らない時ほどこうリードが大きかったり、うん、そうするとこうやっぱり自分の目から消えると、ああ嫌だなと思うとこっちがおろそかになって中軸になるとか、本当に走る時は逆にこうちょっと狭かったりとか、あややこしかったなっていうのは。真由美さんからさ、一回さ、真由美さんライトだったんや、はい、真由美さんからさ、俺さ左ピッチャーでリードガーッとったわけ、はい、で僕たちがバックしたんや、はい、で次小さいリードって俺走ろうと思ってたんや、はい、小さいというか、はい、ピッチャー騙そうと思ってライトから騙すなー。真由美さんから多いって
面白い。っていうか、よく甲子園球場でそんな声出して伝えようと思いましたね。ほんま、真由美さん。でも聞こえてたんだ。聞こえた。でも僕の言ってるのは当たってたでしょ、うん、当たってる。だけどキャッチャーがやっぱりどうしてもこういうサイン出すから、うん、どうしても僕の間が長くなるんですよ、うん、そうするとやっぱりあの真っ直ぐ系が多くなって投げづらくなった、うん、でリードを大きく取ることとキャッチャーのサイン見えるからね。そうですね。俺見せたからね、こうやってグッてもう横目でこうやって目が合うなんか横目じゃない感じの顔ですよほんまじで、こうやってもこっち動いたら見えるんで、あ動いたらパッと戻るんで、この目がうーなんかキャッチャーって昔サインがさ、こうかさ、こうしかないよ。そうそうそう、こんな寄っちゃうもんピッチャーの動きも見なきゃいけないし、まあでもね、ややこしい、本当にやっぱりややこしいって言われるのはすごい褒め言葉だと思います。もう他の球団からも結構そんな感じの、こっちを見てやからね、うん、ランナー出ると要は3番4番に回ってくるわけか。で1年いたら3番4番に集中したら僕いますよって、私を見てってやるわけや。だから今で言うとこうシュートが入ったりとか、はい、そういう感じの、そうするとどうしても次のピッチャーが、あピッチャーがバッターに対してどうしてもこう牽制していかなきゃいけない、うん、長く持ったりしなきゃいけないっていう違うことを考えなきゃいけないんで、自分の間で投げれなくなるんですよ。うん、そういう役割でした。そう。じゃあ余計吉彦さんが塁に出ると。そうですね。それでピッチャーも良かったし、でもキャッチャーもね、あのドンと座ってる方いらっしゃいましたから。誰だったかな。誰がドンと座ったよ。ドンとは座ってなかった。あのキャッチャーも結構動き回ってました辰川先生いやでもやっぱりあそこに辰川さんいるのは大きかったですよ。あよく喋ってたし、ピッチャーにまで喋ってくるからもういいじゃないですかっていうでもずっと喋ってなんかずっと動いてましたね。でも結構動く人とじっとしてる人の差があるチーム。なるほど、いいバランスよね。いいバランス、本当だ。ピッチャーも良かった、本当大野さんもね、あの北ベープさんもすごかったですし、うん、とバランス良かったですね。うん、逆に今のカープはどうですか、見ていて。かわいそうだよな。っていうか、どうなんでしょうか、あの期待されてる人が期待されてるところに行ってないんで、名前がこう変わらないなっていう感じがするんですよ。下からこうつついていくような人のために取ってるのに、なんか一つ足りないな。だからその人たちが、なんか安泰で野球してる感じがするんで、チーム内の競争っていうのが少し飛躍かなっていう感じはするんですよね。はい、もう力のある選手も多いし強いとは思うんですけど、なんか優勝してる時はいっぺんにこう集中できて、まあ、黒田が帰ってきた時、はい、そうですね、なんか集中してできてたけど、今はそのみんながこう集中してる感じがしないんで、まあ、強いチームってやっぱり集中できるけど、今はどうしても自分のこう足元を見るだけだけで視野が狭くなってる感じ。本当は足元見るのは大事なことなんでしょうけど、今そこしか見えてないような感じがします。でも今回でも若いやつ出てきて、ちょっと中丸君とか打ってるじゃん。でそういう面ではこう若い連中がちょっとえってぐらい仕事する子が出てきてるから、そういう面では俺逆に良かったと思うんだけど、ただその若い子たちがそのチャンスに対してもっと貪欲にならなきゃいけないのに、ちょっとプレーなんかでも怖がったりとか、この間あったけど、フェンス怖がってファールボール取れなかったりとか、そういうとこがチャッて見えるんよね。要は貪欲に取りに行ってない、松山君が飛び込んだりとかしたけど、若い二軍が上がった選手がフェンス怖がったりとかであったよな、この間の試合。それでもう試合の流れがガラッと変わってしまったっていうのがあるんで、はい、そういう面ではせっかくもらったチャンスを貪欲に、ダメでも自分が 120% 出せるようなやっぱことをしとかなきゃいけないのに、逆に一軍に上がれました、試合出れました、でもそれが逆に何だろう、一軍に入れるっていう気持ちになってしまう怖さがあるのかもしれない。いいチャンスだと思うんですよね。やっぱコロナの中においてヤクルトもそうですよね。7人が入れ替わってやって、そしてその選手たちももう結局本当だったら出されてもう使ってもらったらダメだったら本当は変えられるのに、もう変える人がいないという状況なんで思い切りやれる。だから今のカープもそうだと思うんで、まあ今言われたようにもう失敗してもやっぱ使ってるのは
あのベンチがどうこの前に人がいないんだっていうことが前提なんで、じゃあ思い切ってやった結果どうなるかっていうのはいいと思うんですけど、ただすごくいい経験になってると思うんで、チームが強くなる状況にはなってる、まあいいことから始まってないけども、だけどチームが強くなる状況にはなってると思うんで、中村がやっぱり初生がキャッチャーとして伸び悩んでる時にバッティングのいい子なんで、バッティングでってまずアピール、まあね、あの、うん、今栗原でもホークスいますけど、うん、まあ、キャッチャー海外いる上で、じゃあどうするってバッティングで目立つっていうのは大事なことなんで、まあいいじゃないですか、うん、まず打ってたらキャッチャーでも使ってみようってなるんだもん、うん、外野もできるし ね、そうですよね。ちょっとあるのは、まだ名前のある選手を佐々木監督がちょっと気にしてるのかなっていうところが見えるね、うん、あと右対左っていうことを気にしてるっていうところがあるね、うん、だからそういう面では、まあ、ショート田中康介選手が出てちょこっとだけ上がってきたけど、うん、でもまだまだよね正直言って、うん、堂林選手もそうだよね、うん、この間左ピッチャーに対して出たけど、うん、別に中村もいるし左バッターでもいいわけ、坂倉出してもいいわけやから、うん、そういう面ではあんまり気にしないで、その名前ある選手堂林は去年良かったけど、うん、じゃあで悪いわけやから、もう一回本人に対してやっぱ一軍ってのは成績出せなかったら出れないところだから、本当はね、うん、本当はですね、で何十年に一回のチャンスだと、みんな、うん、そうですね、若手は、うん、こんなことない、うん、で来年ワクチンが全部いって、うん、こんないやコロナが落ち着いたら絶対このチャンス二度と来ないからね、来ないですよね、来ない、だから何十年に一回のチャンスをみんなもらってるのに、うん、もっと本当必死こいて、うん、何だろう、何十年ということは自分の野球人生で1回しかないってことなんですか。そう、1回ぐらいしかないだろう、ね、そうです、だってそうですよ、全然関係ないし1軍上がってこれるんだから、ね、それがたまたま成績残せや、そうですね、もうゼロじゃないんやから、そうですね、やったら給料上がるわけじゃないですか、そうで成績残ったらまた名前が上がってくる選手になりゃいいんで、そう、まあ、失敗も一つですよ、成績ですから自分のね、うん、ああ、だからそういう面ではすごい、あの災い転じて福となすじゃないけど、うん、しなきゃいけないですよね、でピッチャーもそうなんだけど、あんまり名前とかするんじゃなくて、あの2軍でどういうピッチャーがいるか、この2軍の試合見たけど、うん、あの1回で60球ぐらい投げたピッチャーいたけどさ、うん、でその後投げたピッチャー、球派ピッチャーもいるんよ、うん、そこ2軍のちょうど何かしら2軍の試合やってたから見せたわけよ、ただ結構面白いピッチャーも、何か知らんことはないと思いますけどね、うんうん、やってましたねお話申し上げました、見ましょうよ、でも見ることはないやないまあまあ、ね、確かに今までずっと見てないですからね、見てない、うん、でも見ましょう、うん、でそういう面ではすごいチャンスで、もう監督も逆に楽だと思うんだけどな、こうなったら、うん、そうですね、佐々木監督も切るところは切る、うん、ダメなもんはダメって、うん、だからそういう面ではまだその名前にちょっと追っかけてるところが見えるね、うん、こうなっても、まあ、でもその監督になってしまうとですね、うん、やっぱり成績だったりとか結果ってやっぱ大事になってくるんで、うん、そこに関してはできることをしていこうというふうになると、やっぱり名前になってしまう部分はあると思うんですよ、うん、ですけど今この状況の中ではだから若手がアピールするっていうのはどういうことだっていうのになってくるんじゃないですか、うん、もうあの しょうがないじゃないですか、いる戦力をいっぱい使ってやるしかないんで、うん、まあ、しんどいでしょ、でもカープは今でも打線見てたの、え、なんでこいつなんでっていうのあるもんね、自分で見てて、うん、え、なんでこれを出さないのって、え、それってなんかまだ名前をかけてるっていう感じが俺は見えるな、うん、うん、でもやっぱし1割台で試合が出れるっていうことが俺は不思議だと思ってるんで、もうでその選手はやっぱ頑張らなあかんのや、そうですね、もう這いつくばってもあの泥まみれになっても、いや俺は成績残してきたっていうんじゃなくて、もうまたゼロに戻ってせなあかん時じゃないかと思ってる、見てて、うんうん、まあしんどい時ですけど、まあ、ここで粘ってね、はい、あの NGC みたいなのもなんか挟んだりするらしいんで、この照れてる感じとか、僕らなんですけど大丈夫ですか、若い子たち、いや全然、もう広島でやっぱやってほしいって、あのヨロピコの輪を広げたいっていうのがあって、お願いします、なんか広島支部みたいになってるんで、広島支部
いきますよ。コロナに負けない。待ってください。待ってください。プレイボールからでお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねをお願いします。本日もありがとうございました。それではゲームセット。次回もよろぴこ。